ますわ。明日食べます。よし、チキン。パスタ茹でます。すべてが不安。なんか初めてのものばっかり。ちょっとあげるわ。うん、なんか違うけど。まあまあまあ。何その笑いがこぼれてるけど。今日は反省がいっぱいです。めっちゃ反省してる。全然うまいこと言わない。こんなクリスマス。大盛りだね。笑って。すべてが違うわ今日。盛り付けも。これ美味しいかな、このホイップ。一番安いホイップ買ったやん。120円せんかったよ。
もう限界です、これが。あんま納得いってないの？納得いって。美味しそう。横は、これわざと。わざとわざと。いやいやいや。クリスマスですか。クリスマス。いただきます。いただきます。メリークリスマス食。うん。メリークリスマス。メリークリスマス。ジンジャーエール美味しいな。美味しい。チキン行こう。竜田揚げみたいなやつで。うん。うん。うん。美味しい。味は美味しいね。うん。味はってことは何？もしかして見た目は悪いってこと？うん。意外とチキンやわ、ちゃんと柔らかい。ちょっとナポリタン行くわ。うん。玉ねぎとベーコン。具材は玉ねぎとベーコン。不満そうやな。なんや。おいしい。これ1000円。これでだいたい1000円。そう思うと頑張ったやろ。ちょっとケーキも入れて1000円。ケーキも入れて1000円。ケーキも入れて1000円やったら。すごいな。なんか贅沢な感じするやろ。贅沢な感じする。かわいい。ふんぎりそう。え、これ簡単にできるもん。うん。ピーラーでピーって剥いただけやで。ちょっときゅうりリボンのこの一番ここ行っていい。うん、上品。変わらん。あ、美味しい。そうやろ。うん。こ卵何？不思議。美味しい。美味しい。きゅうり入ってる。うん。嬉しい。何でもいいや。きゅうりあった。なんか違うなっていう声がめっちゃ聞こえてきたけど。うん、違う。うん。自分で点数つけるなら何点？自分で？50点。揚げ物難しいな、普段せんし深い油もないし。ちなみに俺は150点やから2人で平均すると100点やな。優しい。まあこれ広くて使いやすかった。あ、そう、うん、今日いっぱい散らけたけど広かった。一回サンタさんに、うん、ミニ四駆のコースをもらったの。いいやん。小学校2年生の時に、うん、お兄ちゃんと2人分ってやつ。お兄ちゃんと2人でミニ四駆のコースやって、うん、いやそれってどうなのかな。確かに。それもお兄ちゃんのミニ四駆のコースや。なんか覚えてる？俺らのクリスマスで。クリスマスってなんかしたかな。クリスマスなんかした記憶あんまないね。うん、うちはいつもサンタさん来てくれてるわ。あ、そうなの。うん。よかったな。うん、ケーキがほんま300円で作ってるからちょっと味はどうかな。こちらが A ちゃん作のクリスマスケーキです。よく見てもらおう。見てね。んそんなアップでさ。なんで？いや、なんか綺麗にできんかったやん。無造作で収めたけどさ、うまくできんかったから、うん、こういう無造作のやつが正解だというふうにしたってこと、うん、そう。食べよう。食べよう。どうやろう、先ちょっと食べてみるわ。うん、でも柔らかいよ。嘘。めちゃめちゃ。うん、美味しい。うん、うん、うん、なんか途中なんか変なのが混ざってる。うん、うん、混ざってたけど、このまんま行くわ。食べてみて、うん、え、よう考えたらなんで先ちょっと行くわ。よう考えたら、うなんでなんでよ。スイーツ系の一口目は違った。うん。おう、ん？いた。おう。いかがりやすいた。でもでも美味しいな。これで300円やったら全然満足できる。いや、めちゃめちゃ満足やで。な、切ったらいいのに。これがいいやんか。これがいいの。うん、ポン酢がやっぱちょっと硬い気はするよな。いや、俺は満足やで。あ、本当？なんなら安い方が美味しい時ってない？あるある。いや、歯応え欲しいのよっていう時もあるよ。優しいやつじゃなくてさ。 あるな、うん、ここももういっぱい入ってるな。あー、なるほどな。ここ食べ、うん、いいですか、うん、ここ食べていいですか。最近食欲が止まらないけど。いや、美味しかった。あ、置いた。でもちょうどいいとこで取れとくかな。うん、いや、いいクリスマスやったな。うん。食べるやん、おい。
さん楽しみにしとくわ、うん、ごちそうでしょ。ごちそうさまでした。ありがとう、Aサンタ。イルミネーションとかつられていく。つられた、確実につられた。うん、おいしい。んまだいいわ。